今回ですね、このハヤブサイレブンで、水野幸喜選手の密着ということでさせてもらったんですが、急遽練習参加させていただけるということで、こちらで今監督が阿部さん、1日だけ不在の日があるということで、その日を永井雄一郎さん、監督代行ということで、今日指揮するということで、じゃあ早速ちょっと呼び込みたいと思います。永井雄一郎さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。急遽なんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう本当レジェンドです。皆さんご存知だと思いますけど、ACL での決勝ゴールということで鮮明に覚えてますが、今は監督を週に1回ですかされてるの？一応今年からはコーチ兼選手なので、はい、なのでまあ基本的にはもう阿部さんの下でコーチをやりながら、はい、なのでまあ練習メニューとかも阿部さんと一緒に考えながら、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ今日の練習も永井さんが、そうですね、考えられて、考えて今日はやりたいと思います。プロ今何歳ですか？42でしょ、はい、25年ぐらいになる。25年？そんなんすか？なんだなんだね。そこまでこうやれる人、何なんですか、情熱というか、何なんですか、そこは。なんかもう、そのやめたいっていう気持ちにならないというか、こう引退されてる方が、はい、まあ、もちろん怪我でね、はい、なかなかできないとかっていう人もいるし、はい、ただまあその、もうやりきったと、はい、言ってる人が羨ましいなと思って、いつまで経ってもなんか、やりきった感もないし、はい、だから未練たらたらなんで、そうなんですね。まあ、でも純粋にサッカー楽しいです。はい、ああ、やっぱそうなんですね。今ちょっとこのチームでサッカーをやりながら仕事も両立しながらやっていくっていうのお話聞かれたんですけど、はい、そのチームのメンバーがどういったお仕事をやられているのかなっていうところちょっと気になっているので、あ、はい、ちょっと教えていただけないかなと思って。あ、 OK です。ゆうと、ゆうと何の仕事だ？お肉工場です。お肉、あと誰がいる？一緒の職員、同じ、はい、え、ゆうすけも肉？肉です。何してんの？肉を、肉を機械にぶっ込むのと、包丁で切るだけ。2人が切り分けたやつを 俺もたまに食べてるのは。基本的に学校とかで。俺は食べてない。学校用の。仕事関係ない、会社の食事。ああ。練習終わって、どういう流れ？1時から。1時から。5時までやって、そこから残したら残業。残業もある。残業もある。知らなかったっす。そうね。一番変わってる選手、はい、僕もまだ数回しか絡んだことないんで、はい、練習にまず来てないんで、はい、声、はい、何回目俺やつは今日で2回目そう、そんなレベルなんですよ。仕事なんだっけ？仕事消防士です。2日に1回練習に来れる日があれば、場所のタイミングとか湿度が変わって遅れてしまうとその週来れなかったりとか、すごいバラバラになっちゃう。で、まあコロナの影響もあって練習にも参加しないでくれて、そうですね、一時期宣言中は自粛してくれっていうのもあったので2ヶ月ほど来れなかったんですけど、っていうことで2回目だったらしいです。すごいね、はい、みんなそれぞれのバックホームがあって、永井さん、もう準備します。ああ、じゃあ、そろそろですか？そろそろですね、ここから、練習参加ということで、永井さんがちょっとなんか練習考えてるみたいなので今準備してくれるみたいです。見てください、野球場ですよ。野球場スタンドあり、もう、うわ、本当だ。おはようございます。まずは、コピーだ。ちなみに僕買ってきました。申し訳ないんで。なんか結構売れたのか分かんないですけど。まだっす。やったな。すごい。うちの兄貴で、まだ練習参加の段階なんですけど、もしかしたら入る可能性があるんで。兄貴の和樹です。だいぶお料理ふっくらしてますね。顔の系統は一緒っすよ。くじ数少ないですよ。俺と違って。正反対だって。大丈夫ですか？何も喋んねえよ。
攻略しないですよ。すみません、那須大輔です。今日すみません、短い間ですが、よろしくお願いします。ちょっと水野幸喜選手の、まあ、密着って形でやらせてもらうのと、あとまあちょっと練習参加ってことで、まあ、練習参加で撮影をさせてもらうんですが、まあ、少しでもなんかこう携わった人たちに何かこう感じてもらえるように、僕もちょっと僕なりに一生懸命やらせていただくので、もうぜひよろしくお願いします。さあ、行きましょう。最後、よし、おう。ミスさん、始まってるよ、早く。多めだね、今日。食べ口ね、今。よかった、食べ口じゃないぞ、お前。あ、今日厳しいな、あいつ。選び口の1分で出ます。6、7、8、2、5、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、4、よし。地味にきつい。両方できるよ。8、10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 、
盛り上げ盛り上げ、明日一言も喋っちゃうね。いや、さんの特技が生まれてた、特技じゃない、特技じゃない、いっぱいいっぱいってやつ、いや、わかんない、スタート、ゴー。あれ、コーギー2セットやるために落としてる。えあれ早くないつもり、長井さん、これ。なるほどね。あれ、だんだんできてだんだんできなくなってきてる。あよいしょ、もっと追い込んでいくってことですか。そう、追い込んでいこうか。次パートナー変えて、はい、体力、フィジカル、突出してるという。レンタ君、レンタ君に、はい、レンタ君お願いします。これで俺が勝ったら、はい、体力あるってことや。よー、スタート。やるしかないよ。よし、素晴らしい。やっぱ早い、早いですね。結構伸ばし、余裕、余裕でゴール。ギリ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 、早い。よし、待ってたら終わりなんですよ。
これ話でもね。完璧してるわね。よいしょ。最後ださ。いや、はいや、はいや。分からん。はいや。はい、行こう。はい、はい、はい。ゴーゴーゴー。ペース上がったよ、ほらほら。いける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 。あれもうザ。行こう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 。予定がない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 。やっぱつい強かったし最後まで落ちなかったし全然落ちない全然落ちない。銭湯で言えば、はい、ホタルの光が流れてるよ、うん、銭湯遊園地じゃなくてですか、はい、銭湯でてん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 。まだアップなんじゃないですかこれはこれからボールトレーニングですか。いやー、練習始まる前一番コンディションいいみたいな。いいって言ってたのに。現実は違った。いや、永井さん、鬼ですね。いや、でも、いや、言いながらやってるからね。いや、そうです。いや、ほんとすごい。痛いやつ。痛いやつ。ここからスタートで青が1,2,3,4かな、頂点まである感じかな。で各コーに2人ずつくらい入ってもらいたいんだけど、ボールの回し方だけね。コーキーはそこでで、コーヘイ一番間入って、で、ここからしっかり、視野を作りながら下がって下がって出すね。そしたら縦パス入れる。元気一回一回チェックして、深さ作ってから、で、軸潜り込む。で、間通す。だよね。で、バンタッチで横に出て、そう。で、そのまま運んで、少しドリブルしながら。うい。次の選手とやっぱこう、つながるっていうことね。例えば、後期だったらやっぱり、もらう前に、ここと交わせるんじゃなくて、そっちね、次の人のイメージを共有するね。OK。で、見てから受ける。で、今度、そこともこっちはもう目を合わせといて、で、俺は。そこも合わせるね。で、しっかり、ここの落としのパスを、この間島で組まれてたけど、しっかりパスにするね。落としっていうか、ポンと落としじゃなくて、で、そのために、ちょっと深さ作って、こっちも膨らんで、受けるよって受けたら、こっちから入っていく。で、これも、角度悪いとこういう形でボール蹴ることになったら正確性が落ちるからね。しっかり膨らんで状況見える状況を作って、このまままっすぐ入ってくるよね。動せるよね。で、しっかりファーストアッチでその間から持ち出す。1個目でちゃんと持ち出す。はい、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 惜しい、は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 
ナイスボール。いいボール。あー、ナイスカバー。うわー、きたね、ごめん。おー、ナイスボール。はい、はい。いやーホームランですね。ホームラン、ホームラン行きました。最後の最後一番使えるとこですね。一番使えるとこだけど、いつからですかこの指導って。指導はなんだかんだもうこのカテゴリーに来たら、はい、ずっとなんかこう練習とかも組んで、はい、見ながらやってる。だからこのチームが今2年目でしょ、はい、その前に県チームの50クラブっていうところ、はいはい、それも2年間はもうこんな監督兼みたいな。監督ではない、コーチ兼みたいな。あ、マラソン練習とかもちょっとやったりとか、やりながら見せながら教えながらみたいな。なんか忙しいですよね。でも分かるでしょ、分かるよ。セットしてとかさ。すごいなと思いながら。シュート練習ですか。だからあ、シュート練習、俺の苦手なシュート練習。カード、はい、変わります、変わります。ちょっと変わってほしい。俺撮影でいいよ。はい、すげえ持ちだけど、いいよ。最後、ボス最後。ナイスター。いやー、痛かった。元気。さあ、スタンドなんかやってたんだよね。あっちの話？そうそう。あ、そこは関係ないよ。ずっとだけです。え？ずっとだけだ。言わねえんだ。言わねえんだ、今。今の一番言うとこじゃない。優しいよね、長いの。優しいですね。でも、しっかり締める。違う、シュート、シュート。あ、シュートか。シュートだってもう、コース蹴ってるから、ね、全然力入れない。全然力入れてない。ね、性格優しいですよって言ったら、りょうた、りょうた。開けてー。どっちも蹴れる状態から。はい。マジでいいっすね。あ、惜おお、やばい。いいですよね。はい、水の光景。はい。ナイスキー。いるかな。よし、光景みたいなのと。いやあ。いやー、足使ったんだけどな、今結構頭いかないように足でと思ったけどな。まだ0点あのディフェンダーながら11点決めたシーズンもあった。あったあったあった。にもかかわらずあのね、こういうね、部分練習ね、ほんと苦手だったあれ。昔からあれだって、ここでしょ、はい、集中力。いや全部集中せえってね。毎回やってくださいよ、それ。いやいや、全集中ってやつや、ここ。いいか。全集中。いや、ここは決めてもらわないと。いや、あの普通ですから、シュート練習は決めてるんです。最後に夏が残るっていうシーンでしょ。そっちの方がいいですね。本当に見てないけどな。リセ。よし、永井さんがもう優しいボールを。よし、お疲れ様です。この間の試合も踏まえて、
また今週メニューとかも少し考えながらやっていく中で、少しね、なんでこれをやってるのかっていうのとかね、そういったところを各自がやっぱ意識して、やっぱその中でもやっぱりね、同じプレー何をするかによって全く状況変わるよね。今日の今の練習でもそうだし、やっぱり意識してやるのか、ただやるのか、全く違うので、やっぱりもう社会人でね、みんな仕事もしながらやってると思うので、やっぱりサッカーに自分がフォーカスできる時間って少ないと思うけど、やっぱその短い時間の中でもしっかりね、成長するためにいい準備をして、何をやって、何を考えてやるのか、そこを大事にやってください。短い時間でしたけど本当ありがとうございましたっていうのと、永井さんだったりそのプロ の, キャリアを積んでる方々からいろいろアドバイスとかも飛んでると思うんですけど、まあ、あえて僕から言うんであれば、やっぱり上のこうカテゴリーだったり上を目指す上でやっぱチームで戦わないといけないので、一応メンタルスポーツなんで、僕も一応プロでこうやらせてもらって、うまくいかない時にこうミス起こったりとかいろんなシチュエーションあると思うんですけど、その時に一番大事なのはチームが勝つっていうことだと思うので、なんかいかにそこ無駄なそのミスした時とかうまくいかない時のその感情を省くかっていうか、コントロールするかっていうことが未来への成長につながるとかチームの勝つにつながるので、まあ、そこは皆さんが意識してるかもしれないですけど、より強くした方がやっぱりチームとしてこうまとまって戦えると思うので、皆さん一人一人この先成長するというか昇格一つでもしてもらうことを願ってっていうことで、僕からのちょっと感謝の気持ちとメッセージでした。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。大丈夫、大丈夫なかったでしょ。いやいや、大したことあります。いやいや、大したことありました。めっちゃきつかったですけど、まあね、やっぱこう普段からずっとねサッカーだけできるわけじゃないから、まあそこの負荷の部分も考えながらやんなきゃいけないけど、でもやっぱやるときはやんない。そうですね、そのメリハリをつけて、でもきつい中でのそのスキルっていうか、技術みたいなのを高めないと、それはスタンダードにならないとっていうところですね。だからもう本当だ、チューブでケツとか張らせて、足も張らせた中で動く、でそれだけになった状態の中で技術、でその中でもしっかり頭を働かしながらやるみたいな。まあ、このグラウンドだからちょっと硬いから、対人とかがなかなか痛かったりとか、対人バンバンやってたらもう疲弊しちゃうからさ、まあ、確かに膝とか腰とか、俺自身もそうだし、はい、そうですね。だからまあそこら辺は、ね、少し抑えながらやるのもっていうところで、なんか考えてやってます。ちょっと最後にどう今後の目標というか、今後の目標、はい、お願いします。いやもうまずチームとしてはやっぱりもう上に上がるために、はい、でまたやっぱりこうただ勝つんじゃなくて、やっぱり、ね、このカテゴリーの中でもしっかり圧倒して勝てるようないいサッカーをして、そういう上がり方を伸ばしていきたいなっていうのはあるし、まあ、個人としては、まあ、選手としてはもうまず1年でも長く現役としてやることでですかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。多分何とかすることはありますか。